熊野大社は、島根県松江市役も町熊野にある神社。式内社、出雲国一宮。旧社格は、国平大社で、現在は、神社本庁の別表神社。神門は、一重吉光に、大の文字。火の発祥の神社として、日本美で染めの社とも呼ばれ、出雲大社と共に、出雲国一宮である。出雲国像本来の放塞者であり、 おうろくの一つに数えられている。紀の国の熊野散山も有名だが、熊野大社から紀の国に勘定されたという説と、全くの別系統とする説がある。社殿では、熊野村の住人が紀の国に移住した時に文霊を、勘定したのが、熊野本宮大社のもとであるとしている。祭神は次の人柱。祭り神明は、ノオ尊の別名であるとする。 いザナキヒマねコは、いザナげが可愛がる巫女のイカオットりおきは、神聖な祖神のいとしている。熊野大臣は、鎮座地名、社名に大御神をつけたものであり、実際の神名は、くしごきあいのちということになる。くしは、木、みけは、みけのいで、植物神と介する説が通説である。これは、出雲国造人菓子に出てくる神名を採用したものであり、出雲国風土器には、 イサナカラたちのマナシザ熊ノカブリオの命とある。現代ではクシゴキア命とスサノオソンとは本来は無関係であったと見る説も出ているが、仙台旧事本義神代本義にも、出雲国熊野に座す、竹林スサノオノソンとあり、少なくとも現存する伝承が成立した時にはすでにクシゴキア命がスサノオソンとは同一心と考えられていたことがわかる。明治に入り、 祭り神明を神祖熊野大神宮守護期愛の地としたが、復古主義に基づいて、神明の唱え方を伝統的な形式に戻したまでのことで、この段階では、スサノオ村とは別の神と認定したわけではない。後の神社名最長でも、スサノオの命、またの漁名を神祖熊野大神宮守護期愛の地とあり、同一神という伝承に忠実なことでは一貫しており、 別の神とするのはあくまでも現代人の説に過ぎない。国史では、熊野神の神海が、人寿元年に、十三位、天安三年一月に肖像くらい、上元元年五月に、十二位、訓七等、上元九年に、正二位、訓七等にそれぞれ少女された旨が記されている。延長五年成立の演劇式新明帳では、出雲国王軍に、熊野座神社名神台と記載され、 名神大社に列している。中世には熊野信仰の影響を受けて上宮と下宮に分かれた。近代社格制度の下で神社名を熊野神社として1871年に国兵中社に列格した。1916年に国兵大社に昇格した。1977年に上古の名前を回復する形で現在の熊野大社と改称した。 所在地交通アクセス。ありがとうございます。